はい、今回はですね、 Nbox で日本一安い中古車について紹介していきます。カーセンサーの検索の上部に人気車が並んでるんですけど、 Nbox が一番中古車で出回ってるんですね。まあ、フィットの方が歴史は深いんですけど、それだけ売れてるっていうことなんですね。で、一番高いのだと245万、本体の方だと230万。GL で、まあ、ターボでカスタムで、で、駆動は4駆なんで、それぐらいするんですかね。中古車に245万払うんだったら、まあ、新車買いますけどね。車検が22年。まあまあ残ってますね。3年。2年10ヶ月くらい残ってますね。で、安い順が、支払いの安い順だと24万8千で、本体の安い順だと13万8千。こちらに比べて走行距離が8万キロ走ってないんで、こちらの方はお買い得ですね。修復歴に関しては両方ともありますけど、名古屋。で、フロント。外観チェックですね。フロント初代の Nbox で GL パッケージ、電動スライドドア、スマートキー、取説付きって書いています。3万から20万の車を多数ご用意。全部事故車じゃないですかね。まあ、これに関しても修復歴ありなんで事故車だと思うんですけど、状態はかなり良くて、新車って言われても信じてしまうぐらい、リアもサイドもフロントも状態いいですね。これは茶色ですね。赤ではないですよね。で、インテリアもまあノーマル車なんで、インテリアカラーに関してはグレーですね。ステアリングとシフトレバーと運転席にビニールがかけられていて、厳重に管理されているんですけど、まあ見た感じは状態は綺麗で、助手席がちょっと座面が黒ずんでいるのが気になりますけど、他に関しては特に気にならないですね。こんな感じで、このベージュっていう色は本当に汚れが目立つんで損ですよね。ブラックとかだと、まあ多少汚れていても気づかないですからね。で、ナビはなくてオーディオですね。ギャザーズって書いてるんで、ホンダ純正のオーディオとなっています。で、スマートキーもついてていいですね。で、ベンチシートのリアシートも綺麗ですね。こんな感じで、ドリンクホルダーも両側についています。で、ラーケッジに関しても綺麗ですね。まあ、写真でいくら綺麗って言っても原車確認してみないと何とも言えないんですけどね。で、スペックの方を見ていきます。2012年、なんで初期型っすね。7年前で走行距離が14万6000で、車検なし、修復歴あり。車検なしなんで結構、あ、でも車検代含まれての金額っすよね。39万9000っていうのは。で、法定整備と保証がつかないってことで、買って1メーター走ってこられても店は保証しませんよっていうことですね。車検なし、修復歴あり、いわゆる博打の中古車となっています。ハッチバック赤紫、ガソリン、前輪駆動の肉、右ハンドル、インパネ CVT、4名5ドア、
で装備がパーステ、パーウィンドウ、エアコン、クーラー、キーレス、スマートキー、ベンチシート、アイスト、ABS、横滑り防止、盗難防止、片側のみ電動ですね。メモリーナビプランでプラス15,000、新品 ETC 15,000、33951475177070、現行型の方は確か1センチか2センチ高いですよね。車重が940 JC08 燃費 22.2、 1015 燃費 24.5。 あ、この当時は1015燃費も表示されてたんですね。もう最近の車に関しては WLTC 燃費っていうのが表示されてるんですけど、かなり実燃費に近い数値なんで、数値は低いですよね。で、最小回転半径が 4.5、 名古屋となっています。39万9,000、まあ車両本体自体は13万8,000なんですけど、車検とかかかってくるんで、やっぱり総額で見たら高いですね。まあ、あとは修復歴とか、車検がなし、修復歴あり、あとは保証とかも一切つかないんで、そう考えたらあまりコスパは良くないんですけど、まあ、安く購入したい方にはおすすめの中古車となっています。はい、ということで今回は日本一安い Nボックスの中古車について紹介しました。